新勝ち抜きカルタ合戦会。あいつの頭はゆえよ。だそうやって考えるとこんなことで考えちゃいけないのかもしれないけど、あえてね、日本人の心の中でこんだけ脳みそポンコツになっても震災ってすごいことだね。なんかその震災の時にもともとあの年その311のその時の4月に終わる予定だった番組があって、で、あ、その時だったな、震災って覚えてると、まさかのサガネハンバーグまでたどり着くという、な。で、サガネハンバーグが今どうなってんのか誰も知らない。一時期何店かになって、で、サガネハンバーグの跡地に、あけぼののハンバーグ屋さんが一時すげえ出た気がして、誰でもいいのかと思って、どう考えてもサガネハンバーグよりもあけぼのステーキの方がうまそうだよね、どうやって考えてもね。それは焼肉市ね、あの近代史の中でも焼肉市っていう特化したその分野がありますからね。そうするとユーコリンの焼肉屋さんとか、ね。ミキテイって覚えてる？その、ユーコリンの、焼肉屋さんの後に、ミキテイっていうミキティの焼肉屋さんが、ホルモン焼肉ミキテイができたのとか、だけど、年代になると全然覚えられないで、なんかその前後感覚が全然わかんないわ。さあ、新勝ち抜きカルタ合戦会です。番組オリジナルのカルタを作るコーナーです。このコーナー毎回2つのテーマのカルタが戦って生放送で番組を聞いている皆さんからのメール投票で紹介を決めます。で、対戦するのは前の週に勝ち抜いてきたカルタと、現在たくさんのテーマを同時に募集している予選ブロックの中で一番盛り上がっているチャレンジャーのカルタです。勝つごとに、あ行、家行、作業と進んでいって、負けるとその文字のまま予選ブロックに戻ります。で、和行を勝ち抜けばカルタ完成でゴールインです。で、3連敗するとテーマは消滅になります。で、今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中。劇場版深夜のバカ力が作られたら、どんな名シーンや撮影秘話が生まれるかがテーマの、劇場版深夜のバカ力カルタ、今週、ラ行まで来たね。ただ、ラ行は本当にきつい。ラ行は大変。対する予選ブロックから登場のカルタは、はぁっていうゲームのお題。とぼけのはぁ、あぜんのはぁ、怒りの歯などを、拡張して、よりいろんな歯を言うお題を集めようというテーマの、歯っていうカルタでございます。デビュー戦になります。ほんじゃ行きますかね。まずは、こちら。劇場版深夜のバカ力カルタ。なんかさ、ラジオの劇場版なんか、あるわけないじゃん感、あるじゃん。けど昔もう何年前、三宅裕二のヤングパラダイスっていう番組はネタコーナーみたいのから書き下ろしの脚本書いて映画化されて、なんか恐怖のやっちゃんコーナーっつって、でなんかそのまあネタなんだけど、こういうやっちゃんがいましたみたいなネタを書いてもらうコーナーを一本の脚本にして普通に映画館で上映して、まあ、超ヒット、メガヒットとは言わないまでもそこそこヒットしてたんだよね。うちもできないことはないはずなんだよ。ペンネームマーチブラウン。ランボーで、スタローンが腕の傷を自分で治療するシーンでは、実際にスタローンが自分の腕を縫ったというエピソード。これにちなんで、自分の包茎おちんちんに自らメスを入れる体当たりシーンに挑んだ伊集院光。ただね、火星包茎がちょっと関東気味になってるんですよ。で、これは多分無理やり剥くとかではダメですから、結構医療のテクニックがいると思うんですよ。ね、で、かなり演技としてはシビアな演技が要求されますよね。ペネもお持ち。ライムスター歌丸が言葉を選びながら酷評。ペンネーム豆腐小僧。
ライムスター歌丸役を錦鯉の長谷川が演じる。歌丸さんに頼めよって話だけどね。ペンネーム、かんざしトイレ。ラジオの帝王が転生したら美少女だった件のワンシーンで、転生した伊集院役の橋本環奈が本気のどしもネタ連発の体当たり演技を見せる。ああ、じゃあそういう展開もあり得るよね。このラジオ自体を映画にするのは無理だから、ちょっとそこからのひねりのってことだよね。ってことは、大変身っていう今日のこの今のシーンを、カンナちゃんがやることがあり得るわけですよね。言っとかないと損ですね。じゃあ言っとかないとすごいそうですね。尿道に綿棒を入れたり出したり、すげえ興奮してきたんだけど。カンナちゃんが言うんだ、この今日のやつをっていう。ペンネームカンテラ、ラストシーンは崩壊した TBS 社屋の瓦礫の中から、瀕死の三村社長を助け出す。謎の男の背中で終わる。あわよくば続編につなげようとしてやがる。なるほど。まあまあラスボスなんだろうね。でいて、おそらく大爆発した TBS の社屋とともに倒したっていうことでボロボロになった俺はハッピーエンドで去っていくんだけど、それはずーっと引いてくるとその瓦礫の中に埋まっている、あの、なんで三村社長みんな悪者にしてるの必ず。ペンネーム黒ギャル大好き、ラジオエキスポの真の目的が会場に訪れたリスナーたちの命と引き換えに A 六助を復活させる闇の儀式だった。なんかこちらのブースに、お越しの方並んでくださいとかってやられてるけど、こう上空から見ると魔法陣の形にこうやって並べられてて、でいてその魔法陣の中央のところに浅田飴がこうやって置いてあってっていう、その浅田飴の中にゆっくりそのいろんなブースに並んでる人たちの魂がゆっくり吸い込まれていってるっていう、会場に訪れたリスナーたちの命と引き換えに A 六助を復活させる闇の儀式だったとついに突き止めた伊集院、単身乗り込んで阻止しようと奮起するがというね。でもラジオエキスポがコロナの寸前ニアミスぐらいの時に横浜でやってんだもんね。すごい昔のことのようだね、なんかね。ペンネーム鍋定食、ラジオのスポンサードもしてくれている小学館がコミカライズに手を挙げてくれてコロコロコミックに掲載される。まあ同じ映画じゃないけどね。火星ホッケーのチンチンを自らね、オペするシーンとかありますからね。ペンネーム普通のカレーエビ、ラッキー池田に名前を呼ばれた伊集院がうっかり返事をしてしまい頭のじょうろに吸い込まれるし、もう昔それこそ始まった頃はラッキーさん、そのそれこそ A さんの番組とかも出てたからすごいこう懇意にしてもらったし、しょっちゅう自分の昼間、まあ、日曜の昼間やった番組もラッキーさんすごい来てもらった。ラッキーさん最近見かけないね。だね。ペンネームスズムシ食べた、ラスボスの敏腕社長に拳銃で撃たれるも、懐に忍ばせていた神取忍のヌード写真集のおかげで一命を取り留める伊集院光る。未だに家にありますよ、ずっとっていう。たまにこうお天気のゴー君、まあ、最近ちょっと交流してませんけど、こんなあるんでしてないんですけど、大掃除手伝ってもらうと、こっからここまでのもう資料とかで使ったいらない本を全部ブックオフ売ってくれていいよみたいなことあるんですけれども、その時に必ず感動しても、それだけだめ、それだけはってサイン入ってんだからつって。ペンネームインドカレー、リューチェルやセリナなどにコメントを出してもらい若者の人気を得ようとしたが人選が少し古い。ペンネーム
豆腐小僧、リアリティのかけらもないキャスティング、伊集院光の後輩桑畑小原役が橋本環奈と山本瑞希。もうまあ桑畑小原がやるよりは動員はいいけどね、絶対そのままやるよりは動員が、あとこの腹が立つのは桑畑小原役を橋本環奈と山本瑞希がやるっていうこともそうなんだけど、これに対して小原あたりがご満悦な感じっていう。ペンネームマゲマゲ、リアルなエピソードとして、リアルなエピソードとして嵐の桜井くんがジャニーズジュニア時代にこの番組に出演していたが、事務所からの圧力によりなかったことになっている。これは子さんのリスナーしか知んないですけど、出たよね当時。まだ要するにジャニーズジュニアから何人か来てくださいっつって、でなんかジャニーズコントみたいな、俺もジャニーズの一員だっつって話して、コントやるコーナーの中の一人に、嵐、当時はまだ嵐じゃない桜井くんが出てくれてたと思うんだけど、その道路がないっつすねもう。ペンネームソフィーと双子の姉妹、ルシファー吉岡が伊集院の祈祷役っていう。なんかそれ擬人化したルシファーくんが全身タイツみたいの着て俺のチンチンの役だと思うんだよね。それで怒ってグーって立ってるところとか、それからこうヘニャーってなってるところとかで今の俺のおチンチンの状態を表すっていう。あともう一個、このネタから分かることはルが大変っていう。もうルがすごい大変っていう。ペンネームそろそろ旧姓中山、涙腺が崩壊するほど泣いたのは、伊集院が自分に恋愛感情を抱いていることを知り、このままでは番組にとってもそして今後の自分たちにとっても良くないと思った後世の渡辺くんが番組降板を申し出たし。ペンネーム豆腐小僧、冷凍保存されていた伊集院さんをなんとか溶かすためなのだとお願いしたら、佐藤しおりちゃんが正面をかけてくれた。なんだよそれ、一生懸命お願いしたら恥ずかしそうに正面をかけてくれるキャラクターって何なんだよ、どこから出てんだよ。なんとなく99人の壁にいる時の佇まいみたいなもので、あごめん、有吉の壁に出てる時の佇まいみたいなことでこのキャラクター出来上がってんだろうな。あのね、これだけは分かってほしい、佐藤しおりちゃんのファンの人とか関係者の方褒めてるんだよ、すごい褒めてんの俺たちからしてみたらね。ペンネームズラメンテ、ロバート・デ・ニーロが主演に抜擢され、デ・ニーロアプローチで毎日練乳を5リットル飲んで体を作ってくる。ペンネームピストルチョコ、六角聖司が風俗の待合室にいる客の役で友情出演している。あのさ、ただ単に六角聖司さんこんな役いいよなで無理やりこのシーン作ってるからね、エピソードはないからね。ぐらいと言いますかね、うん、ペンネーム鍋定食、ロイヤルホストのシーンがやたらに多い。確かにね、一時期は大塚のロイヤルホストでずっとネタ書いてましたしね。それからあと野球終わりに若手にロイヤルホストで飯食わしたら全員がステーキ食い始めるっていうね。ロイヤルホストで7万使った事件ありましたからね。7万使うかロイヤルホストでっていう。ということでかなり難しいラ行でしたけれどもね、劇場版深夜のバカ力からカルタでした。さあ対するはこちらです。はぁっていうカルタ、なんかそのハーっていうゲームっていわばボードゲーム、カードゲームなんですけど、結構売れてるカードゲームで、自分たちの周りでも
流行ったんですけど、なんかこう読み札とかテーマの札があるんだよね。テーマの札がまあ一番代表的なのは、はぁっていうシチュエーションで、そのはぁが、A の人は呆れたはぁとか、B の人は怒ったはぁとかをこう割り当てられて、で自分がそのシチュエーションのはぁっていうことで、どのはぁをやってるかみんなで当て合うみたいな、まあまあそういうゲーム、そういうゲームの、はぁのバリエーションをみんなに書いてもらうと、ね、ペンネームハルーテイオン。あ、アイドルがアイドルの恋愛について肯定的な持論を厚めに語っている時のはぁ、はぁいるな。まあまあそういうことですよね、そういうことですよね。ペンネームいぶし銀太郎。あ、アボカドの種をアナルに入れて楽しんでいたら突然脳に直接、よくやった人間よ、褒美として以降この体は私がもらったでカドカドと語りかけられた時の歯はははは。ペンネームランスー調整ナポリタン。あ、あいみょんを聞きながらさめざめと泣く彼氏に振られた直後の姉に、生クリームの入ったドレープと牛乳系の飲み物買ってこいよと言われた時の歯、はぁはぁ。ペンネームケイちゃん。アッコ和田が苦労してるね、アイウェイを苦労してるね、アイウェイをからね、アッコ和田が歌の真っ最中にヘをこく時の歯、ちょっと待って、ってことはあの頃はハの時は出てんの？あの時は出てるってこと？ね。みんなもちゃんと演技してよ、家で。ね。俳優に憧れてる人とか絶対トレーニングになりますからね。ペネム大自然守る。あ、姉のブラジャーをつけて雨勃起しているのを母親に見られ、ヤンキーでもないのに精一杯のメンチを切った時の歯。姉貴のブラジャーを洗濯物から取ってこうやってつけてでいて、ちょっとこう、ま、雨ぼっきしながらこう入ってってる、入ってってる状態の時に母親ってケンちゃんなんつって、ケンちゃんな、何やってそれ、お姉ちゃんのブラジャーじゃないってなってる時でしょ。へぇーへぇーメンチ切って、へぇーへぇーへぇープライバシーっていうものがあるんですけど。ブラジャーを取れよ、ブラジャーをまず取れ、へーんじゃないよ。ペンネームソフィーと双子の姉妹。胃カメラ検査というのをすっかり忘れて夜中に超大盛りペヤングを食べてしまい、当日看護婦さんに、昨夜の午後9時以降何も食べていませんよねって言われた時の歯、はでも向こうもプロだから看護師さんもははってなるよね、絶対こうは食ってんなこいつっていう、うん、ペンネームピストルチョコ。いきなり父上の仇と叫びながら50メートル先から知らねえ小僧に走って来られた時の歯。父上の仇って向こう向くじゃん、完全俺しかいないところに向かってだったか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 って来てて、後ろ見ても俺しかいない時に近づいてくるのが真剣だよねそれってなってる時の歯。ペンネーム5月に生まれた、う
生まれてきたこと自体がもうすでに神様からのギフトなのよねと、7年ぶりに連絡が来た元カノからルノアールで開口一番に言われた時の、はあ、うわぁ、いろんな成分入って、はぁ、あ、そう、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、そういうことか。でいて、後ろの席にいた人が立って、この席来る時の、おいでなすったか。っていう時のこの感じですよね。で、俺はその時に必ず、俺がその立場だったら、後ろに全く関係ない集団だと思っていた3人、ちょっと、まあ、7年前に別れてきりの元カノ、で、何かいいことあんじゃねえかな、つって、こう会ってみたら、今の切り出し方と同時に、後ろのテーブルの3人が、こちらの方のに相席を入ってきました。どうやらここ集団らしいですって思った時点で、気を確かに持つためには何だってことで、俺はとっさに爪楊枝を右手に持って、太ももを刺してます。巻き込まれるなよっていう。で、その前の段階のおいでなすったの、はぁ、ですね、これね。うん。ペンネーム豆腐小僧、え、映画館で上映開始寸前まで足の爪をパチンパチン切っている双子のおじさんを見かけた時の、高騰すぎてわかんねえよ、そんな、何やってなんだ、でかい声は変だもんね。だって切っちゃいけないわけじゃないからさ。は双子ペンネーム軍手のイボ対ロシア女、え、じゃあ想像し演技プラン練ってよ。自分がオーディション来てるみたいなもんだからね。え、エッチな漫画を拾い興奮しながら帰宅、速攻ですっ裸になり、本を開くと全ページ真っ赤なペンで書き殴られた無数のカラスという文字、それでも興奮が抑えられなかったので一発抜いてからの歯はぁ、はぁ、もうだってエロモード全開できちゃってるから、ね、全開できちゃって、まあ、表紙なら表紙のところで、あ、俺の好きなやつだとか思っちゃってるから、でもうみんなすっぱだかで家誰もいねえし、完全やろうと思って殺す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 って、ね、一旦これ自分の中で殺す抜けねえかなと思って抜いていって、はぁって抜いた時のはぁ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 、ペンネーム終電まんじ、お、大きなたい焼きの形をしたクッションを母が見せびらかしてきた時の母だと分かんねえよ。ペンネーム刺身ランド、お、お尻の穴で喋る聖人が、できるだけ臭い息が漏れないようにため息をついた時の歯。ペンネームソフィーと双子の姉妹、お、大幅に鉄道チームに遅れを取り、起死回生の案を必死に考える田川陽介にアイドルが考えもせず適当な案を言ってきた時の田川の歯、はぁ田川さん結構イラつきますからね、そういう時イラつきますからね、宇垣さんと一発触発になった時のあの感じのやつですもんね、はぁ、じゃあその先どうすんの、ね、調子から先どうすんのじゃペンネーム釧路ダンディ、お、踊るさんま御殿の収録で確実にでかい爪痕を残したと思った無名グラビアアイドルが存在レベルで全カットされているオンエアを見た時の歯、もうみんなに言ってさんま御殿で大活躍見てねみたいな、さんまさんとの
絡みをお楽しみにみたいな SNS はバンバン打ってますよね。それで、それで親戚演者にも、もう、鉛丸出しで電話かけて、ガチャ、ガチャって、今日さんまさんとっていうね、さんまさんとやり合ってきたからっつって。で、そのまま全部終わっちゃったけど、はぁはぁ怒りなのかな。なんか、この中には、このキャラクターだと、ディレクターどこに目つけてんだみたいなとこだよね、きっとね。悲しいとかじゃなくて。はぁかな。ラスト。ペンネーム、朝方カサス。お、大阪直美選手が、マリトッツォをサーブして、クリームまみれになった姿に、己の下半身が、ピクッとした時の、はぁ、驚いたのかな、何か隠れてた性癖が目覚めたのかは、はぁ、どっちか、どっちかな、今校舎の方はカウパー出てたな、ちょっとはねえ、ということで、ちょっと面白いな、なんかはぁというカルタやりたくなる、はぁっていうカルタ。ペンネーム、かばやき三代、加藤さりっていいよねって親友から言われた時の、親友から言われた時のはぁ、親友ははぁで大丈夫だよね。親友じゃない、転校初日に隣に座った一番社交的なやつに言われた時は、はぁってなるけど、こいつマジの人なわけみたいな。でいて、そのマジの人なんかいないよねとも言えないのは、加納栄子さんはマジで付き合ったわけだからみたいなことを思いながらを含めたはぁにもなりますけど、親友の場合ははぁって言えますね。ペンネーム、ソフィーと双子の姉妹。カラオケを熱唱中、サビのウルトラソウルのウーのところにいきなり店員が入ってきたので、歌い損なった時のウーうーうーあパフェここですみたいな、ね、あれさ、なんかさ、歌ってる側から、俺なんか特にカラオケ相当機嫌が良くない限り歌わないからさ、そんな俺がやっとのことで歌ってる歌のサビのとこで入っちゃった時に、なんだよと思うけど、向こうも嫌だろうね。開けた時に、あーなんかこのタイミングになっちゃって、わざとってやんのか、わざとそのウルトラソウルの、今だって外からも漏れ聞こえてはいるから、ウルトラソウルだけはやめようとすんのか、ウルトラソウルだけはいくらなんでもやっちゃいけないよっていう風に思ってんのかな。その辺なんか店員歴のある人は分かりそうだけどね。ペンネーム、チェリマツ。かガーマルチョバが俺のカバンをパントマイムで使ったら、マジでその場からビクとも動かせなくなり、会社の大事な商談に間に合わなかった時の、間に合わなくなった時の A。 マイムとかじゃないの？マイムはじゃあすごくないじゃん。いやいや、だとするともっとすごいじゃんの A だね。ペンネーム、ブラックドラゴンズ。か火星方形なんてくせえし汚ねえし最悪だよなと友達に同意を求められた時の O。 俺なんかもうズル向け赤チンコですか、俺はズル向け赤チンコですから、あーって言いますけどね。でも多分
河野くんあたりはおお。ペンネームマイペースか。会社の金庫をこじ開けて金を横領しようとしている現場を顔見知りの警備員にバッチリ見られ、なんとかマンボでも踊ってごまかそうとした時のうう。ってちょっと無理かと思ってるからね、これは無理だろうなっていうね、思ってるからね。ペンネームソフィーと双子の姉妹か。悲しみをこらえながら父ちゃんの遺品整理をしていたら、押し入れの奥から白い警官の白い警察のヘルメットと3億円が出てきた時の A。 っていう。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女か。関東方形についてめちゃめちゃ詳しくラッパーにディスられた時の O。 なんでそこまで知ってんだっていうね、関東方形について保険がどれぐらい、どれぐらいの関東度合いで保険が完全適用になるのかとかも入ってっから、ライムの中に。でこちらをすげえディスってるようだろうけどね、え保険 OK みたいなやつすげえ言ってくるけど、お前もが入ってるから、おーおかかね、おー。ペンネーム、お父さんの宇宙が来たよ。いいペンネームだね。お父さんの宇宙が来たよ。母さんが神隠しから帰ってきた時にはもうお前を身ごもってたんだよな、という衝撃の事実を、何でもね、一家団らんの場で雑談の一つとして聞いてしまった時の母。軍手のイボ対ロシア女か。借りたエロコンに射精をしてしまった時の母。ペンネームどうにもならんよか。元祖を掲げているラーメン屋と本家を名乗るラーメン屋が隣り合った状態でいがみ合ってるけど、どっちもクソまずかった時の王。これはすげえ高等技術だ。一軒目と二軒目で違います。一軒目は、おー。要は、あ、なるほどね。この元祖っていうやつが便乗商売をしてて、本家に迷惑かけてんだ。二軒目の時の、おー。どっちもどっちでクソまずいっていう。ペンネーム山伏の息子、き。きびだんごを欲しがる犬に家来になることを条件に一つ食べさせてあげたら、泡を吹いて痙攣しだした時の絵。え？ババ。なんだね。え？ババ。ペンネーム背中にはいつも幸せのポップコーン。祈祷が電流イライラ棒のコースに触れた時のイイペンネーム大入り袋。ギャグ系のガチャガチャに何を思ったか2000円も使い、ふと我に返った時のはあ。あのギャグ系のガチャガチャってさ、どうすんの。いや見て面白いなって思うとか、よくできてると思うときあるんだけど、なんかホットドッグに本当犬挟まってるやつのキーホルダーとかに、どうすんの。あれを最終的にどうすんだろうっていう。ペンネームかばやきさんだよ。空気階段さんの大ファンですと急に言い始めるアイドルを見た時のはぁ、はぁ、早くも。ね。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女く。朽ち果てた教会に爆乳シスターの幽霊が出ると聞き、
胎児にやってきたら、確かに爆乳だが、その爆乳で歩くし、爆乳が喋るし、爆乳がパカッと開いて小型のミサイルを飛ばすし、の A。 あの、このカルタをバイプレイヤーの皆さんにやってほしいよ。一人一人。まあ、今朝お会いしたばかりのところで言うと、マスタケシさんにやってほしいよ。ペンネームマンボマンボ、クマキリアサミを撃退するスプレー、クマキラーを。こんなとこ入れてきたか、その手のやつを。クマキリアサミを撃退するスプレー、クマキラーを眼球めがけて噴射したにもかかわらず、血涙を流しながらこちらに向かってきた時の片岡愛之助の絵。専用なのに、専用なのにも効かないんだっていうのが入ってなきゃダメですよね。あの、もう専用だって、クマキラーだからね。もうクマキラーさみ用のスプレーで、ちゃんとイラストも、熊切あさみのイラストが書いてありますから。あと鳥と。ね、赤いやつと。ほんとそうだ、ってなりますよね。ペネも大入り袋、健康目的で堂々と行っていたオナニーが、世間ではエロい、恥ずかしい行為だと認識されていると初めて分かった時の、っていう。友達んちとかで、お父さんとかお母さんの時に、あ、いつかちょっとオナニーしてっていう。一緒にしますかぐらいの時に、なんか友達が慌てて、お前、正気かお前、つっていろいろ説明されてもらった時の、お前ち変わってんな。うち、つって友達とか電話したりとかして。ペンネーム、乱数調整ナポリタン。けん玉の剣先をアナルに、玉の穴にチンコを入れてみた時の王。何それ、穴をケツの穴にギュッて入れてチンコを、玉の穴にギュッて入れた時の、何だろうね、できたって感じかな。なんかこれだっていう、おー違うな。なんだろうな、この、でも何かわかんないけど、おーっていう声は気持ちがいいとかじゃないよ、このおーは。おー、何のおーなんだよ、これ。ペンネーム闇の字符け。今朝納車したばかりの新車が頼んでもいねえのに、勝手に草間弥生カラーにされていた時のか。ペンネーム豆腐小僧、コロコロコミックの角でスネを叩かれた時の、うぅ。痛えなぁ。痛えなぁ。ペンネームピストルチョコ、こじるりがブックオフでキングダムを全巻売ってるのを見た時の、そういうことか。全62巻。ドーン。いらないのか。ペンネーム、ボブサップ、小林幸子がマスクドシンガーの正体だと知った時のパフュームの3人の絵。違うんですよ、あれね。最初の時はすっげえ一生懸命とぼけてたんですけど、途中から開き直り始めるんですよ、ちょっと。ちょっと、あの声は小林幸子さんしかいないじゃんって言い出した時に、俺の方が、言っていいのそれっていう感じになりましたから。ということで、はぁというカルタの家業でした。対するはこちらです。配管、デアゴスティーニカルタ。ペンネーム赤月柄、明けガラス、阿佐ヶ谷姉妹を作ろう。1年間かけて1分の1サイズフィギュアが完成するぞ。
創刊号と最終号にメガネがつく。どっちのどっちのなの最初メガネこう持ってこられてもさ、置くとこがないからさ、ね、ちょっとずつお姉さんと妹がちょっとずつできてくの嫌だよね。お姉さんだけもう先できてくれたらいいんだけど、なんかかんだけど今回はお姉さんの耳とか、ペンネームヒメルテア、あの事件をジオラマ化、ビートたけしと軍団が講談社に乗り込んだシーンを完全再現、週刊フライデー編集部襲撃現場を作ろう、創刊号には消火器を持って暴れるグレートギダユーのフィギュアがそこからグレートギダユーのフィギュアが、あの全部コンプリートした人にだけ、あの何も知らされてない枝豆さんがついてるっていうかね、何も知らされてなくて家にいるあいつはやべえから呼ぶんじゃねえっつってね、マジでやべえから呼ぶなっつって、ペンネーム形状記憶老人、あ憧れの腹話術師に君もなれる、週刊一国堂と愉快な仲間たち、創刊号はジジイの人形の鍵っ腹、どれだけかかるんだよ結構なのかかるわ、特集は写真の表情と喋った内容の文章が1ページずつずれてる史上初声が遅れるインタビュー笑顔満面の写真に悲しい話がこうやって書いてあるから、ね、あれ合ってねえなっつって面白いな。ペンネームピストルチョコ、あ悪臭が写真からも伝わってくるぞ、週刊汚ねえ公衆便所、創刊号はやれる女の電話番号として書かれている番号満載の電話帳付きペンネームベニヤウンコ、あアメリカはアイダホ州のあの野球場をあなたに、週刊フィールドオブドリームス、創刊号はコーンの種がついてる本物じゃねえかじゃねえ、できんの本物じゃねえか。ペンネーム形状記憶老人、あアマゾンで売られている激安商品に漏れなくついてくる雑な日本語の説明書を毎週あなたにお届け、週刊アマゾン中華製品図鑑、創刊号は激安ワイヤレスイヤホンの一行目からワイヤレスイヤホンが食いか死ぬイヤフォーソとある説明書もう明らかにだもんね、明らかになんだよね、カタカナで食いかですよね、ワイヤって書いたつもりなんでしょうねこれね、でその後ひらがなで死ですでカタカナするからぬですからね、食いか死ぬイヤーフォーソって書いてあります、ね、あー本当だよな、故障かなと思ったらってお前がもう故障だよってこの時点でペンネームニトロ、あアーティストとして成功することを夢見て上京し、芸大に入るも枠組みの中で勉強しても自分の目指すところには行けないと中退した女子が、なんだかんだあって6年後自分の才能に見切りをつけ故郷の富山に帰る時に捨てていったビレッジヴァンガード商品のコレクション、週刊東京のバカ野郎、創刊号にはダリの絵みてえにくにゃっとした時計だってペンネーム鍋定食、あ秋元康大先生の歴史を徹底解説、週刊映像と数字で読み解く秋元康のキャリアから抹消された仕事創刊号はネズミっ子クラブ特集ね、ドリキャス特集と思ってほしいね
結構関わってますからね。ペンネーム、くしろダンディ、アイドルの握手会を出禁になった男たちの生き様を見ろ。週刊ボーダー越えオタク。創刊号は、実録、剥がしが3枚つく男。すごい強者がいっぱいいんだよね。で、いろんな写真で、どういう伝説が、おしっこちょうだい、おしっこちょうだい伝説、おしっこちょうだい伝説、そこに、もう、ものすごい形相の剥がしが。ペンネーム、花トレイン、あなたはこの本の付録にときめく？ときめかない？届いた端から捨てていこう。瞬間、瞬間、こんまり。いらねえもんじゃん。いらねえもん。ペンネーム、母さんと白熊さんが、井森美幸の例のダンスをマスターしよう。週刊、ホリプロスカウトキャラバンオーディションでの奇妙な踊り。本人の解説付きであなたも覚えよう。創刊号は、井森美幸が着たレオタードのレプリカ入り。まずそれを着るところから始まる。ペンネームピストルチョコ、池の水全部抜くの全放送を網羅。週刊、池の底から出てきたモノマガジン。創刊号はディルド。ディルドか。ペンネームピストルチョコ、いくらでもかけられる。週刊いくら丼。創刊号はいくらのフィギュア5粒。5粒ずつしかついてこないね。米と。ね、米とかもフィギュアプラスチックの玉だから、いや、プラスチックの玉すげえついてくるから。ペンネーム、刺身団子、インポッシブルの二人が攻略法を伝授。週刊でっかい昆虫と戦え。付録には、迷子すごいよ。迷子を1分の100スケール、5メートルの昆虫フィギュアがついてくるっていう。5センチの株とか、100分の1じゃないから。1分の100だから、100倍の大きさだから、5メートルの昆虫フィギュアがついてくる。創刊号はカブトムシって書いてある。ペンネーム、そんなことあんなこと。いいとも生放送中の新宿スタジオアルタを20分の1スケールで完全再現。週刊笑っていいとも。創刊号には万が一ヤバめの観客がつまみ出された時に置く用の熊のぬいぐるみ付き。でもなんかいいとものいいとも出てた身からするとみんなが行ったことない人かとみんなが思ってるのの思ってる以上にすっごい小さいのいいとものスタジオってすごいでかく見えたけど行くとこんなコンパクトなところに全部セットとか入ってんだって感じだから俺ジオラマ作りてえなぁ。ペンネームハルポン、イオンモールの中にある客の入らない店を集めて君だけのイオンモールを組み立てよう。週刊新しい廃墟。創刊号はクレープ屋。ね。クレープ屋とか、テモミンとか、ああいうやつをこう、うまくこう配置して、ね。ペンネームボールペン返して、浦安の河川敷でラブホ台をケチってカーセックスをしていた。パチンカーのワゴン R を成功に再現。週刊浦安のワゴン R。創刊号は UFO キャッチャーで撮ったマイメロのぬいぐるみ付き。俺のイメージは、あれなんで すんのか知んないけどさ、ダッシュボードっていうの？あそこになんかさ、毛皮みたいなのが引き詰めたってさ、後ろに、白雪姫のあの七人がずらって並んでる。あの感じですけどね。ペンネームウルリ、梅宮達夫ファンなら定期購読しよう。週刊、日本全国、たっちゃん漬け人形のある風景。創刊号には、たっちゃん漬け人形がついてくる。今もなお現役のたっちゃん漬け人形から、廃墟に横たわるたっちゃん漬け人形まで、オールカラーの写真集です。
ペンネーム形状記憶老人。う打ち切りが早々と決まった漫画大集合連載最終回を完全コンプリートせよ、週刊ご愛読ありがとうございました。でもこれちょっと面白そうなのは、迷子を本当はどういう最終回にする予定だったのかのインタビューが載るっていう。あと始めた時にはどれぐらいあのこれアニメ化するととかどれぐらい言われてたのかとか、その辺期待ですよね。ペンネームヒーロロロ、えなりかずきのリハビリに最適、週刊少しずつ作った、毎週少しずつ作っていこう、週刊泉ピン子、創刊号には三角筋がついてくる、ブツブツができ始めたら定期購読をやめよう。、うん、ペンネームソフィーと双子の姉妹、の悲鳴が会場に響き、南国沖縄が一瞬で凍ったあの2017年の公民館を忠実に再現、週刊 AKB 選抜総選挙での結婚発表。あったなあ、あったな、会場と全てのメンバーのフィギュアを集めよう。創刊号は眉間にシワがくっきり出た渡辺真由ちゃんのフィギュア。創刊号は須藤さんじゃないか。最後にそのみんなの驚愕してる顔の最後のところに須藤リリカさんつったっけ、あの人をトンって置く感じですよね。ペンネームおっことしちゃん、おべやキャラで一発当てようとした際に中村アンが披露した汚ねえ部屋をここに再現、週刊中村アンがアカン警察で披露した部屋。創刊号の特集は売れた今となってはあのキャラいらなかったな対談で、渡辺直美とアンがお部屋対談、渡辺直美と中村アンがお部屋対談、渡辺直美もそうだよね、ハルカクリスティーンもお部屋キャラついてたよね、でなんかあんま跳ねないままなかったことになってるよね、中村アンのお部屋キャラなんてほんとなかったことになってるもんね。ペンネームマタギの作ったアイスクリーム、お気に入りの美少女フィギュアを囲むように並べよう、迷子フィギュアが一体ずつついてくる、週刊シルダン優。どんな使い方なんだよ。でっぷり太った人とかいろいろね。あともう何度も出してるから甘いじりしてるやつとかいっぱいお気に入りの美少女フィギュアの前にずらーって並べて、もうちょっともうちょっとって入れていく。ラストヒメルテア。お財布いっぱいクイズ聞くの9分、素敵な気分で真っ昼間王など、笑っていいともに挑むもあっという間に終わってしまったテレビ番組を DVD 付きでフル返る、捨てろ捨てろそんな。週刊短命昼番組コレクション。家にビデオとかあっから俺、自分の出てたやつやたら、一茂さんの出てたやつなんつったっけ、ほんの昼飯前かな、一茂さん、それこそマツコデラックスさんが出てきたような番組だと思うんだけど、それはもうハードディスクレコーダーパンパンになってる、ハードディスクレコーダーごと撮ってある。だからすげえそれはあるけどね。さあということで、さあどっちが勝ったかは、今週もリスナー投票で決めます。勝ったと思う方のカルタがはーっていうカルタなら、メールの件名にひらがなでは、配管ディアゴスティーニカルタなら、メールの件名にデアゴと書いてください。でメールの本文に住所、氏名、年齢、電話番号を書いて、これからかかる曲の間に送ってください。投票は一人一回ですと。曲じゃまずはこちら、配管ディアゴスティーニカルタ。
ペンネーム釧路ダンディ。カカニが青い柿をかわしてハサミで猿の頸動脈をぶった切る電光石火作戦パターンからまさかの猿がカニ食い猿のパターンまで、週刊猿カニ合戦イフの世界。すげえ読みたい。すげえ読みたいよね。迷子をあの猿カニ合戦が全然違うパターンで出てくるから、ねえ、先週はちゃんと、青ガキをぶつけられて死んじゃうところから始まったよ。今週は、あれをスローで、それこそもう古い話になりますけど、マトリックスの避け方で、カニ避けてからの、その起き上がる反動で、猿の頸動脈をズーわーブシューっつって、小猿が仇を打ちに来るっていう、うわ、全然違うやつになってるよ、みたいな。ウスの代わりに洋式便器が参戦するパターンとか、すげえ見て、俺絶対これ定期購読するよね。だいたい60号ぐらいあるじゃん。パターン60出してたら相当だと思うけどね。ペンネーム、私はアジアのパピオ。か、過去に全国に配置されたペッパーくんからの目線で録画された映像を集めた週刊ペッパーくんの気持ち創刊号は、リース契約が切れ回収されたペッパーくんを格納する倉庫に潜入取材。これでもすげえな、なんかこれもやっぱ出たら俺見たいな。ずっと置かれててすげえこうバカにされたりとか、いろいろ不倫現場とかも見てるじゃん。ラブホテルの入り口とかにあったやつとかも見てるじゃん。あいつがなんか情報を収集してたとして、それが DVD でついてきたらすげえ見るよね。あのスターウォーズの最初にさ、 R2-D2 がさ、レイヤ姫のあのホログラフを内蔵してたところから始まるみたいな、ペッパーくんの見てたやつが俺たち知らないところで何かを集めてたらちょっといいな。ペンネーム、ヒメルテア。か、カットせざるを得ない内容だったため、本音を言えばオンエアしたかったが、泣く泣くお蔵入りにしてしまった村人たちとの交流を DVD という形でご紹介。週刊ダーツの旅ディレクターカット版。インタビューの内容が9割下ネタな五島列島在住のおばあちゃんを紹介する創刊号をゲットせよ。あると思うよね。第一村人、本当は第一だった、欠番になって、ゼロ番村人カマ持ってたねえ、ずっとカマを離さなかったね、あのクルクルーっつってずーっと肩をね、あの鎌を持ってたか持ってて村外れを外おばを10本持って歩いてたおじいさんどこ行くんですか、イオンってあのおじいさんとかを全部網羅してんだったら見たいよね。でいて、その AD が最初声かけたんだけど、ディレクターが相手すんなっつって。ペンネームたまずか。数々の伝説を聞け。週刊風俗を出禁になった男たち。創刊号は実録。お手製の100ボルト電極棒を俺のアナルに入れろ。俺のアナルに入れろとせがんで女王様が逃げ出した自称米村伝次郎の一番弟子のド M おじさん。三号目で配管覚悟っていう。本当になんか面白がってさ、出禁とかいろいろ言ってるけどさ、実際にそういう人に会ったことがないからさ、ちょっと知りたいよね。本当にリアルにどういう人が出禁になるのみたいな。ペンネーム山伏の息子か。ガラケー時代にベッキーが携帯につけていたストラップを全部集めようって今時ストラップついてんだ迷子。創刊号はチャイルドプレイのチャッキーのやつ。あ、自虐的になんかつけてた気すんな、ね、パーツ組み立て物で。ペンネームオザニーさんか。カスガが壊したあの椅子を元に戻そう
週刊オードリーがヒルナンデスでぶっ壊したイケアの椅子を作ろう。毎号バラバラになったパーツがついてくる。創刊号は折れた椅子の足とボンドっていう。だからもともと組み立て家具の状態のやつがついてんじゃないの、壊したやつがついてるから真ん中からもっきり折れてたりとか、あのパーツを作るところが醍醐味だからね。ペンネーム鍋定食か、髪がパンチパーマ、入れ墨が入ってるなど懐かしきビデオテープの記憶が蘇る。週刊昭和のアダルトビデオの童貞学生役男優大集合。創刊号は行為が始まった途端ガンガン腰をグラインドしてくる童貞役特集。ねえ、いいんですよ、昭和の学生服を着てるいいおじさんね、いかついおじさんが出てくるっていう、なんか次々と先生にエッチをさせてもらう三人組の学生で、みんな坊主狩りにされてんだけど、その三人目の一番おちんちんでかいやつが出てきた時に、残りの二人が真打ち登場だねって言ったのね。そんな学生いねえよっていう。俺より上だろそれを言うのはと。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女か、間接的でもご利益あるかも、週刊パワースポットでパワーを感じてうっとりしている安藤夏風の人。創刊号には薬杉と勘違いしてかなり手前の別のただのでかい木の前で、大地の生命が私を今応援してくれていますと言っている安藤夏風の人のフィギュア付き。ペンネームソフィーと双子の姉妹、君も一緒に作って直そう、週刊徳永秀明のラジオ。創刊号は水に一度濡れたコンデンサーっていう。だ、作った時からまず壊れかけのものを作られたら粗悪なハンダとかがついてますけど、最終号近づいてくるとちゃんとしたハンダとかに変わりますから、そうすると一旦あのハンダを剥がして壊れかけを直すっていう醍醐味ですからね。ペンネーム猫田虎吉、筋肉マンの世界には惜しくも入れなかった超人たちが令和の今大集合、週刊僕の考えた超人大図鑑、ターゲット層はあの頃少年だったおじさんたち、迷子没超人の金消しも付属、初回特集はカッターマンに見え隠れする子供からのサイン。なんだろうね、なんかわかんないけど、吉田先生マンって言って、血だらけのハサミ持ってたりするから。ね、サイン出てんな、つってみんな。ペンネームおそらくあり。業界に旋風を巻き起こせ、迷子をついてくる芸能人フィギュアを司会やひな壇の位置に並べて、自分だけのオリジナル番組を作ろう。週刊、毎番組、創刊号は、パンツェッタジローラも。そこから60号ぐらい出た時にメイン司会できるようなやつが何人いるんだっていうことですよね。第2号に桜麻也っていう、どう並べていけばいいんだよこれっていう感じの、で第3号に湯浅弁護士っていう、あ、なるほど、どうしたらこの番組で司会も、じゃあ一旦この3号できたじゃんね、時点で司会に湯浅弁護士無理あるわ。ペンネーム西かなで、巨人の星の名場面をコスプレで再現シリーズ、週刊巨人の星をつかむ、創刊号はクリスマスパーティーで暴れ回った星ヒューマが被っていた三角帽子。だからさ、ダイリングボール養成ギブスが欲しいじゃん、あともしかしたらジャイアンツのユニフォームとか欲しいじゃん、あの帽子っていうね。ペンネーム豆腐小僧、木で物を作る楽しみを、週刊木で作る橋本環奈。創刊号は橋本環奈ちゃんサイン入りチェーンソーっていう。ペンネームかばやきさんだゆく、グレープカンパニーの人気芸人を完全網羅、週刊グレープカンパニー、創刊号の特集は高橋真麻さん。
だからいろんな人気芸人のフィギュアもついてくるし、やってインタビューも載ってますから、元ロッテから楽天の今江とかニルベース斎藤ね、ニルベース斎藤あたりはもう調べてください。あと昔河野もちょっといたっていうね。ペンネームどうにもならんよ。クセスゴで千鳥の反応を伺いながら出てくる芸人を腐すか笑うかを決めていくタイプのしたたかなゲストタレントが大集合。週刊風見鳥。創刊号は夏なって書いてある。ペンネーム終電まんじ。下僕とファンのことを呼んでいるとか、ファンとの交流会をドタキャンしたとか、自ら暴露することで逆に性格の悪い女がいると話題になろうとしているグラビアアイドルの本性を徹底追求、週刊本当の裏の顔、迷子をついている生写真は深夜番組でエピソードのさじ加減を間違えてドン引きされた後の楽屋でマネージャーに怒られている姿や、鉛丸出しで田舎のおばあちゃんに電話をかけながらしくしく泣いている姿だろ。本当はいいやつじゃねえかよ。本来いい子ぶってたやつが、実は私も本当は悪いんですよってぶち切れてます、いや実はいい子っていうね、複雑なやつ。ペンネーム形状記憶老人。ゲームセンターはゲームセンターでも、あの施設にあるレトロなゲームセンターを毎週届くフィギュアで完全再現、週刊さびれた旅館のゲームセンター。創刊号は初代魔界村の筐体と家族でいたくないからそこに入り浸る長男のフィギュア付き。外科医。ペンネーム外科医。計画的なご利用が大事、週刊サラ金ビルを作ろう。2000年前後にあったフロアがすべてサラ金の店舗で埋め尽くされたビルを完全再現。小田急線柿生駅付近にあった小学生向け学習塾の上のフロアが全部サラ金のビルも作れる。あったよね、すごい、もうえげつないほどすべてのビルがそれこそ無人貸し出し機が入ってて、もう金がないやつが上の階からどんどん攻めて多重債務を繰り返していって、そのビルの周りに闇金のチラシが入ってる、やたら貼ってあるっていう地獄っぷり、ね、でおばあちゃんのイラストが笑って頭下げてる感じっていう。ペンネーム虹色ろうそく。壊せ週刊ベンチャー社長のムカつく会社。創刊号にいきなりついてくる会社のミニカーを最終号まで満載の自慢話を読んでから壊そうっていう。いきなりいきなりベントレーかな。ペンネーム台湾の筒号。国立競技場ザハーンを作ろう。創刊号には屋根裏に住み着く鳩一発機2290円。なんだっけ、森吉郎さんの言った生ガキがドロリと垂れたような格好でっていう、そんな作ろうとしてただろお前っていう。ペンネームマイペース。ここゼミでやったやつだの名台詞でおなじみ、週刊真剣ゼミの反則漫画。創刊号には作者が生活のためにこっそり書いていたエロ漫画のリストもついてる。ラスト。ペンネーム花トレイ。小堺和樹の被害者を完全網羅、週刊小堺和樹の吹き矢コレクション。創刊号には磯野霧時代の磯野霧公収録。小堺さんの吹き矢も俺通算で5本ぐらいは頸動脈に食らってるから、一番食らってんの関根さんな、でも関根さんがいて小堺さんがいて別の人が基本食らってるから、意外な人が食らってるのかな、別に読まないけど。ということでデアゴスティーニこれぐらいで、対するはこちらベジタボーカルタ。これは読んで投票は CM の間パターンだね、申し訳ないね。あ、ペンネームマーチブラウン。あ、
アイコス吸ってんのかなと思ったら、ミョウガをチューチュー吸ってる人。なんで？なんで？アイコスをやめるのに、タバコやめてアイコスやめるのに、なんかあの感じがいいのかな、チュー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 っていう。タバコ忘れられるだって。そういうことでもないだろう。ペンネーム終電まんじ、あ、アドのうっせぇわのメロディーで、県産野菜を紹介するというプロモーションビデオに500万円の税金が使われたが、なんか最終的には様々な許可を全く取っていないことが判明し、お蔵入り。白製は絶対出てくるよね。うっせぇなのところに白製は出てくるもんね。で、なんか人間せぇなみたいのも出てくるよね、きっとね。お蔵入りするわ、そんなもの。ペンネーム、背中にはいつも幸せのポップコーン。あ、秋元康しめー。ナスに握手券つけやがってペンネーム、たまず。あ、頭にほうれん草を巻くことで、5G から脳を守ってるのよ、と言っていた。ババアの頭に巻かれていたのは小松菜って。そこも間違っちゃってんだ。ほら、こうするとね、ほうれん草の中に入っているシュウ酸が 5G の電波を完全に無害化するのよって、小松菜だからよ。ペンネーム豆腐小僧。あ、会うたびにゴーヤを渡してくる近所のおばさんに、昨日突然借金の依頼をされて嫌な気持ちになりました。ゴーヤも欲しくないからね、こっち欲しくないのに、あ、すいませんなんつってもらってて、何なんだろうと思ったのが、15万貸してくれる、今日ゴーヤじゃなくてごめんなさいね、15万貸してくれる、明日ゴーヤを持ってくるから、嫌な気持ちになるわ。ペンネームピストルチョコ。あ、アナルに入れるものだとばかり思っていたゴーヤが友達の家の食卓に並んでいてびっくりしたって。セーゴ食っている闇の自負。あはは、あはは、草間弥生デザインのキノコ食べたらなんか面白い。ペンネームどうにもならんよ。あ、アメリカの星条旗弁当は、日の丸弁当みたいな、星条旗弁当は多分無数のオクラが並べられている。ああ、はいはいはい、オクラ並んでそうだね、ずっとね。あとケチャップね。まずそうだね、基本的にはね。ペンネームスズムシ食べた。あ、アドレナリンがめっちゃ出てるから、ごぼうでぶたれてもぶたれても全然痛くないよ。ペンネームケダルマ地獄。いいかい、おじさんと一緒に遊んだことはお家に帰ったら全部忘れてしまうんだよ、が口癖のミョウガおじさん。おじさんはじゃあなんでミョウガを加えてるの？アイコスの代わりだよ。あの人だったのか、おい。ペンネーム終電まんじ。イタリアでズッカと呼ばれている野菜、おっと早かったのは伊沢くん。ズッキーニ大正解。問題を最後まで読みましょう。イタリアでズッカと呼ばれている野菜で、肛門に出し入れすることで快楽を求めることができる野菜といえば何？答えはズッキーニ。お見事、伊沢拓司。インドカレー。いきなりステーキにサラダだけ食べに来るやつすげえ怖い。ペンネームハゲダヌキ。いなくなった親父が知らない親父と一緒に生産者さんの顔の写真に写っていました。僕の大嫌いなナスの。ペンネーム終電まんじ。いいから持っていきなさい、遠慮しないで。じゃがいもなんてこの辺じゃね、いくらでも取れんだから、ほらほらほら、たくさん。おばあちゃんだ、じゃがいも、あのここは佐藤さんの土地だから、おばあちゃんが勝手にそのじゃがいもを取ってもあげてもダメな。おばあちゃん、じゃがいもとかいいから。
ペンネーム目玉焼きが生きてるみたい。イラスト屋のズッキーニを膣に導入する人妻のイラストではいまいち抜けません。そんなイラストでイラスト屋のペンネームマイペース、産んでくれなんて誰が頼んだよ。なんだよ枝豆、なんだよ枝豆茹でてくれなんて頼んでねえだろ。食べるよ。ペンネーム形状記憶老人、おいらたちヘキサゴンファミリーででっけえ農園作るぜと上地雄介が呼びかけたが誰も集まらない。お父ちゃんも、お父ちゃん時間あるけど、お父ちゃんも、あ、絵がまだ読んでる。え、あ、そう。ペンネームアジキャノン、え、エロ目的で買ったセロリが大量に余ったので今夜はポトフ。どう使うどう使うんだよ。ペンネーム終電万事、大根の葉っぱって食べられるんですかというリアクションをする小島瑠璃子を通算で5回は見ている。ラスト、ウォッス10番、おしんな悲痛の叫び、おらもう大根飯は嫌だ、ラディッシュのリゾットが食いて。似たようなもんだよ。似たような食いもんだよ。ということで CM の間です。どっちが書いたかを投票します。短いんで頑張ってください。メールの件名はデアゴか、ベジタブル、デアゴかベジタブルです。 baka@tbs.co.jp です。 CM 入ります。